この新しいおもちゃを使って遊んでいきたいと思います。はい、こんな感じですね。大福はおもちゃがとっても好きで、いろんなおもちゃを大事に大事にボロボロになるまで使ってくれるんですけど、ちょっと今日は、ダーフにプレゼントを準備したので、それのリアクション、どんな反応してくれるかをちょっと見てみたいなと思います。はい、今回大福のために買った商品はこちらです。骨型のおもちゃなんですけども、中にクッションが入ってて可愛い感じのデザインになってます。で、外の生地がですね、バリスティックナイロンっていうすごい、丈夫な生地で、さすがにこれなら大福が噛んでも破れないんじゃないかと思って買ってみました。どれぐらい持つか楽しみですね。で、今回ですね、特別に大福のためにですね、大福ってローマ字で刺繍を入れていただきました。すごくかっこいいですね。大福のためだけの特別なおもちゃです。では早速大福に与えてみたいと思います。どんなリアクションしてくれるかちょっと緊張しますね。では開けてみたいと思います。来て、来て、来て、はい、おもちゃあげます。お、噛んだ。どう、噛み心地。お、めっちゃ尻尾振ってる。いい感じ、いい感じ。どう、おお、いいね、噛み心地いい。ガシガシ噛んでます。いいですね。 OK。 おお、どこ持ってくんや、どこ持ってくんや。あら、おお、どこで食べる、どこで噛みたい。ナイスキャッチ。ダイフ、ナイスキャッチ。ハイファイブ。ハイファイブ。イエース。グッ。もう一回。ハイファイブ。イエース。上手。上手。気に入ってくれたみたいです。離してくれません。すごい力です。やっぱこのおもちゃとかもすごい頑丈な作りになってるんですけど、どうしてもやっぱりね、この耳のところとか柔らかい生地でできてるところはガンガン破壊されますね。壊れそうな気配はまだ今のところ感じないですね。めちゃくちゃ頑丈な生地でできてる気がします。
はい、めちゃくちゃ気に入ってくれました。買ってよかったと思います。ですね、この商品はですね、自転車さんなんですけども、ブルーラグっていう、ここにちょっと今紹介してるから待って、ちょっと待って待って今紹介中だから待って、オフです。はい、覚えてよ。はい、このブルーラグさんっていう、自転車屋さんなんですけども、そこで刺繍のアイテムなんかも作ってらっしゃって、犬用のこのボーントイっていう商品で、売られてると思うので、ぜひ、気になった方はチェックしてみてください。ちょっとですね、今刺繍サービスが今停止されちょっとストップしちゃってるみたいなんですけども、刺繍なくてもこの商品だけでいいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ、お買い求めください。めちゃくちゃいい商品でした。大福は大満足です。もう話さないぐらい気に入ってますね。はい、ということですね、大福にとってまた大好きなおもちゃが増えたようです。飼い主は大満足でございます。よかった。またですね、こういったおもちゃで遊んでる様子もアップしていきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。Bye-bye.